何を練習してるんでしょうか。ってなことで、今日も無茶ぶりやっちゃいます。突撃突入です。おばあちゃん、ピアノ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 弾いて。何？ピアノおばあちゃん、今のなんか素敵な曲何？ハウルの動く城っていう映画の人生のメリーゴーランドっていう曲。すごい、うん、なんでそれ練習してるの？今回ね、カティーン君っていう人がね、アレンジしたの楽譜見つけたから、うん、それでちょっと練習して、なんか弾く機会があったらいいなとか思って。コンサートするの？できたらいいよね。カティーン君って誰？カティーン君っていうのはね、もともと YouTuber の人でね、うん、ショパンコンクールとかなんか出たりするようなすごい人なんだけど。ショパンコンクール？ピアノおばあちゃんにピアノ上手なの？あー、全然うまいね。え、全然うまいの？うん、すごい。うん、素晴らしい。で、その人が作った曲？作ったのは久石譲っていう人が作って、カティーン君がアレンジした。ピアノおばあちゃんさ、うん、札幌でリサイタルしてよ。来てくれる人がいるかな。200人ぐらいのとこでやろ。それはちょっと大変だな。やってやって、みんな応援してくれるよね。夜にかけるとか BTS のダイナマイトやったら、みんなさ、聞きたいなと思ってくれるよ、きっと。そうかな。今日で無茶ぶり、絶対おばあちゃん知らないと思う、世界の終わりのハビットって曲あるんだけどさ、ノリがいいのくてさ、ちょっとやってほしいんだよね。世界の終わりのっていうのは映画のタイトル？うん、世界の終わりっていうのはね、バンド名。バンド名？ハビットって曲はタイトル。うん、それやってくれる？うん、やってみる。あ、ピアノおばあちゃん、これ。はい、こっちの先。じゃあさ、いきなり無茶ぶりでさ、弾いてみて。よさげ。なんかクラシックっぽくない？そうだね、比較的ね。おばあちゃん練習好きだもんね。うん。どこまで高速でしてるか。これどんぐらいでできそう？何時間ぐらい？ああ、じゃあ3時間。じゃあ3時間でさ、うん、やってみる。はい。やったー。じゃあね。ありがとう。撮っちゃった。ありがとう。会場撮っちゃった。何の話？あのね、うん、おばあちゃん練習してる間に、うん、札幌のルーテルホール札幌っていう、うん、3月21日祝日撮っちゃった。撮ったって予約しちゃった。予約しちゃった。やるってないね、これ。やる？やる。やる、うん、あ、やるって、うん、やったー。みんな見に来てね。概要欄に書いてあります。ルーテルホール札幌、3月21日、16時半開場、17時開演。みんな聞きに来てね。聞きに来てね。